第41回全日本大学女子駅伝7連覇を目指す名城大学、待ったをかける大東文化大学、日本体育大学、立命館大学、そして過去最高の12位以上を目指す関西外国語大学、それぞれのチームの目標を胸にスタート時間は刻一刻と迫っています。更新ゴムアスリートパーク仙台スタート地点よりお伝えいたします。ただいまスタート前に選手点呼が行われております。まずファーストコールは関西外国語大学、1区を務めるのは新潟明訓高校出身キャプテンの山岸みなみです。今回の関西外国語大学の目標は前回の12位を上回る12位以上。監督様のお話によりますと、うまくすれば8位も狙えるということで期待がかかります。また新潟明訓の山岸みなみを1区、6区のアンカー区間に同じく新潟明訓の武田芽衣を配しまして、名付けて明訓サンドイッチ作戦、関西の大学でありながら地元仙台に近い新潟出身の選手を1区と6区に配しまして、地の利で上位食い込みを狙っていきます。号砲が鳴らされスタートいたしました。スターターは仙台市の氷のおばちゃま、小森のおばちゃまではなく氷のおばちゃまでした。それでは気象条件をお伝えいたします。天候は曇り、気温は 18.4 度、湿度 57%、 北北西の風 6.7 メートル。こちらは5区レース区間で向かい風にナビオであります。おっと、ここで転倒がありました。転倒したのは優勝候補一角、日本体育大学の保坂春子選手。まさかの保坂の転倒であります。関西外国語大学の山岸みなみ選手はスタートポジションを生かしてそのまま中段内打ちをキープ。先ほど転倒いたしました日本体育大学の保坂春子選手ですが、すぐに起き上がって順位を上げてきております。ちなみに保坂春子選手は金城学園高校の出身、同じく金城学園高校出身には名城大学のキャプテン増渕優香選手がおりますが、あれだけの選手でありながら今回は怪我などもありエントリーを外れております。また関西外国語大学の5区エース区間を走ります三輪奈々子選手も金城学園高校出身でありますが、こちらは一つ下の3年生ということで、あと1年ありまして大変楽しみな存在であります。さてレースに戻りますと、先頭は立命館大学、続いて拓殖大学、名城大学、大東文化大学と続いていきます。先ほど転倒いたしました日本体育大学の保坂春子選手も一人だけ違う足で先頭集団に取り付く勢いであります。相変わらず関西外国語大学の山岸みなみ選手は中段の内打ち、その間に前々でレースを進めているのは立命館大学の村松智選手。実は昨年の同大会で妹の村松優衣選手が現在追走しております名城大学の森澤奈々香選手にかわされ、惜しくも1区区間賞を逃したそうであります。ですので今年は姉がその雪辱を晴らすべく名城大学の米澤奈々香選手に対抗心を燃やしまして、序盤から主導権を握る積極的な走りを展開しております。まもなく隊列は立命館大学の村松友選手を先頭に競技場を後にいたします。
さてこちら第2中継所です。1区は立命館の村松友が名城の米澤奈々香を抑えてこがしょう。そして2区では名城の力丸楓が一旦は立命館の前に出ましたが再び抜き返されて3区は立命館が先に襷を渡しております。名城の3区は本日バースデーランの石松明日香、結果からお伝えしますと区間賞を獲得する見事な走りでトップに躍れてました。お伝えする順位はかなり飛びまして23番目のたすき渡しは関西外国語大学ピンクのキャップをかぶった矢吹美空から佐藤桜子へ。佐藤桜子の力強い走りで胃腸舞い散る季節に桜が満開、順位挽回頼むで桜子桜子。昨年の富士山に続いてやっぱりアンカーはこの選手、名城大学のあられちゃんメガネっ子谷本七星。チャラ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 チャんちゃんちゃん、あたし谷本七瀬、くるくるメガネの女の子、本当はこれ内緒、エリートよ。きっとひとかけ仙台市、ほよよ、現地人、べっくらこいた、てんてんてん、かすらのとき。からこれで7連覇、腹が減って喉乾いて米だ米だ、カセダの時からこれで7連覇、腹が減って喉乾いて米だ米だ、でん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 。レース前には今年の名城はリズムが噛み合ってないなど連覇を不安視する見方もありましたが、終わってみれば最後は名城大学の一挙でした。そしてそしてもう一つの熱い争い、2位争いは立命館大学と大東文化大学、勝負の行方は最後のトラック勝負に持ち込まれました。逃げ込みを図る立命館小林朝、追い上げる大東文化大学野田マリア、内立命館、外大東文化大学、4年生と1年生の争い、最後は大東文化大学がかわしたかわした。2位大東文化大学、3位立命館大学。今年も名城の牙城は崩せなかったものの、両校とも素晴らしい走りでした。さてお伝えする順位は少し飛びまして、20番目で競技場に入ってきたのは関西外国語大学、アンカーは新潟明訓高校出身の武田芽衣。今年の関西外国語大学は新潟明訓出身の山岸南で始まり、同じく新潟明訓出身の武田芽衣で締める明訓サンドイッチ作戦で挑みましたが、うまく噛み合わず不発、目標の12位には遥か及ばず20番目でゴールの模様であります。おっとここで優勝した名城大学の谷本七瀬選手のインタビューが入ってきました。バックは来てました。名城大学のあられちゃんこと谷本七瀬選手です。お疲れ様でした。んちゃー、私谷本七瀬だよ。ワク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 、ゆかちゃんが沿道で応援してくれてすごく励みになりました。かっこいい、バイチャバイチャ。今年の関西外国語大学女子駅伝部にはやる気元気森脇チャンネルに合同練習に来ていただきました。これにより選手の士気も高まりました。そして関西の予選会では出遅れながらも巻き返してここ森の都の出場権を獲得しました。富士山での巻き返しに期待したいと思います。今ゴールした武田芽衣選手にキャプテンの山岸みなみ選手と矢吹美空選手がタオルをかけてローをねぎらいます。本日の司会進行を務めます宮城テレビアナウンサーの達也由里奈と申します。優勝名城大学、記録2時間0分29秒第2位大東文化大学、記録2時間05分22秒第6区名城大学谷本七瀬選手、記録24分46秒。
賞のプレゼンターは東北学生陸上競技連盟長澤光雄会長です。第6区名城大学谷本選手。長澤会長ありがとうございました。改めまして区間賞を獲得した選手に大きな拍手をお願いいたします。お戻りください。優勝は記録2時間4分29秒名城大学の皆さんです。優勝者は名城大学の総力選手と監督がステージにお上がりください。プレゼンターは続いて日本学生陸上競技連合会長杯の授与です。名城大学の皆さんでした。皆様今一度優勝しました名城大学の皆さんをお願いします。優勝チームの皆様おめでとうございました。お席にお戻りください。